トモロちゃん、ナムと申します。本日もランクマ青年目指してやっていきたいと思います。相手をしょったらドンファン。ドンファン、まあまあまあいいでしょう。別に人のねポケモンバカにすることは良くないので、こちらは海流でございます。で今日の主役はですね、こちらのドンファンではなくてですね、羽ばたき神になっております。皆さん羽ばたき神使っていらっしゃいますでしょうか。今作の最高傑作といっても過言ではない。こいつずっとトップにいる。海流はね、まあもともとある程度は強かったし、あとしかもまあ手出したらってもね、相性がめちゃくちゃ良かったら分かるけど、こいつに関してはマジやばい。羽ばたき神はマジ優秀すぎる。でこの羽ばたき神はね、今日は使っていきたいと思うんですけど、今日使う羽ばたき神は前シーズン1位の方が使っていた羽ばたき神をそのまま持ってきて、パッと見普通なんですけど、この甘えの痛み分け方だけど、この努力値の方がね、まさかの CB なんですよ。あ、SB なんですよ。で、ちょっとタイムやばいんでね、早く技繰り出したいと思うんですけど、これは初対いきなり優先権でやっていきましょう。外していく、まあ、まあ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 、あとで、ね、まあシーズン最終だったらまあぶち切れてるんですけど、アイススピナーナイスですね。こうやってね、こいつの弱王法を発動させていくと。で、あの羽ばたく神何が強いかというと、 SB に振ってることによって、まずあの羽ばたく神対面とかそういうのにも強く出れると。しかもあの痛み分けが優秀すぎる。あのあいつの痛み分けのおかげで、相手のパーティーによっては冗談抜きで3立てとかも余裕でできる。結局無限に復活するんで、めちゃくちゃ強いと。だって基本的に痛み分けで回復して、そして上から投げる素早さ基本的にも上取れるんで、っていうのがめちゃくちゃ強いと思うので、今日はそれ使っていきたいと思うんですけど、これもう一度流星群いいかな。ドンファンを、え、ドンファンバカにしてた。ドンファンに負けるのちょっと嫌なんだけど、え、これテラス、いやテラスはさすがにヤンキーすぎるんで、ここをもう一回流星群に行こう。 OK OK、 さすがにさすがに流星群でめちゃ何本、ああそっか、まあ頑丈なんでね、これはまあシャーなしでやっていきたいと思います。で相手はどうだ、何もう一回、あーさすがにスピナーか。テラスタズ深読みスピナーじゃなかったらよかった案件だったんですけど、まあこれは良きかな良きかな。え、ドンファン読みサーフボード早いのかな。ドンファンってこの回路より遅いんで、一回ここサーフから入ってきましょう。で相手の裏がね、キノガッサもしくはあの誰だっけ、教授4かとかだったら全然こいつは勝てるんですけど、ここでまあ一番だけ念点はこの状況に出てきたまずいのが、あの鉄の毒が、あいつはちょっとキモいですね。なのでちょっとなんとか倒していきたいんですけど、ここは素直にテラバで行くか。テラバで行こう。あのゴルダで避けたくないし、サイコショックを見られたくない気持ちはあるんで、結局サイコショックあればちょっと肩がバレそうな気もあるんで、ここは素直にテラバで倒していきたいと思います。相手悩むところで何もないだろ。相手このドンファン残す意味ないだろ。引っ込めた引っ込めたあいつあのドンファンどこで使うの。あいつあのドンファンどこで使うとしてんの。待って、怖いんだけど普通に。いや、俺も引っ込めよ。待って、え、ユーモイか自信か。え、怖いんだけど普通に。何あいつ、あ、自信か。あ、いや、いいや、別にそれだったらいいや。はぁ、入りすぎだろ。ふざけんなお前。ふざけんなお前。え、悪女とかやめてね。ダメだよ、黙ってお前は親族だってお前。待って、ここでドンファン出てくるのキモいんだけど。ここでドンファン出てきた、ドンファンめっちゃ活躍する話になるけど、やめてね本当に。待って、これドンファン来るかな。あ、手出したのか。何手だこれ、何手だ。ああ、鋼だったらいいや。鋼ってやつだったらなんとかなると思うんで。え、てか、地味に急所が痛すぎる。だってこれ急所なかったらさ、もうちょいさ、うまいことできちゃうじゃんって。わあ、まあ結構いい感じ。いい感じですね。大変。いや、耐えないかな、さすがに。ふざけるな、お前。やばいぞ、これは。今日の試合終わるぞ。マジで。ドンファンのせいだよ、これもう。マジドンファン。今年の流行語大賞じゃないですか。マジドンファンだな、これ。けど、相手が、自信、いや、多分ね、十中八九すっげえ勝だと思うんだよ。あれ、こいつ、素早さ振ってたっけ。ああ、全然振ってね。やべ、これ、どうしよう。いや、これは、まあ、もう、格闘テラパで行くしかない。もう、相手の上を取ってる前提の話しかないわ、これ。もう、スケショ来たらキモい。いや、待って、何来ても来てもキモいな。まあ、自信が一番安牌。あ、そんな入んないんで。いや、入んないのかな。いや、待って、頼む、上取って、頼む。上取ってて。
植えとって。うわ、待って、ダメ、キモ。あ、待って、これは、あ、まあまあまあ、まあ、よきよきよき。まあ、ドンファンは正直カウントされないんで、いや、あのドンファンマジやべえな。マジでやべえな、あのドンファン。こだわってたんかな。スカーフ、いや、スカーフドンファンを九州当たったら、もうちょいどっかのタイミング当たれって思うんですけど、正直、はあ、まあ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 、マジカル社員ぐらいか、しんどいのは。マジカル社員ぐらいだろ。いや、まあ、いや、まだ、まだあるのがおもろい。まだあるのがおもろいんですけど、これサイコショック。サイコショックって。いけるかな？まあ、正味これしかないんで、サイコショック打っていきましょう。あ、待って、耐えるよ、お前。オッケー、でかい。お前、急所当てろ。頼むよ。でかい、待って、ある、待って、ある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 。やばい、よき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 。今日の主役はこいつだ。待って、あるぞ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 。マジである。お前よくもやってくれたドンファン。そのミニ残りドンファンもう泣き者としてやろう。命中100、そして威力120、ゴールドラッシュです。皆さんご視聴ありがとうございました。あ、やばって、やばいって、そのそれはやばいって、その皆さんドンファン最強です。マジか。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、その他ものもお願いします。今シーズン、ドンファン警戒しながら1000ライン行きたいと思います。それでは、バイバイ。ドンファン強っ。